投手やばいやんマジで。ツーシームつくだけでこんなに変わります、世の中は。はい、どうもりょうちです。ということで本日も動画やっていきたいなと思うんですけども、もう今日はもうサムネとタイトル見ていただいたら一目瞭然かと思いますということでね、見て入ってきてくれた人どうもありがとうございますということで、早速ね、もう今日は、侍ジャパン2017年で登場しましたツーシーム持ち石川投手、こちら使ってランチでやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしますということで、めちゃくちゃ楽しみやね、初ツーシーム石川投手、いやめちゃくちゃ楽しみですよと。ちょっとね、能力の方を見ていきたいですけども、こちらですね、9位から74、制球80、スタミナ75、そしてスピリッツがね4500、スピリッツで削っていけるというのもあるし、写真もめちゃくちゃかっこよい。そしてストレート152キロ、スライダー、ドロップ、シンカーが4で、高速進化が2であって、ツーシームが、D と。で、特殊能力がコントロール、キレ、タイピンチ。この3つがね、あって、もう超リアタイ向きの特殊能力も持ってますと。もう最高やね。この球種にコントロールの組み合わせ、マジやばいもんね。で、このシリーズ2で石川投手排出されてないんですよね。球速もね、150キロ。そして、球威も E ですので、絶対的にストレートがピュッと2キロ変わったら結構大きいかなっていうところが違いとしてあるっていうのと、スライダーとカットボールっていうところが違うのと、あとシュートがね、今回の方にはないんですけども、シュートない代わりにツーシームありますんでね、いやこれはねマジでめちゃくちゃ強いんじゃないかな。ちょっとね、これランク戦で使っていってどのくらい通用するのかほんまに楽しみなんで、ちょっと早速試していきたいと思います。はい、ということで、おー、相手の打率4割4分2厘。めちゃくちゃ試しがいありまくりやで。4割4分くらいの人と対戦するのがちょうどいいわ。うん。純正か。純正、ちょっとスピリッツがね、4500で極みなんで、暴力できるかなと思う。それができなさそうやね。ユニフォームもかっこよいわ。やっぱね、僕 V ロードとか本当にね、全部全自動なんで、石川投手の侍ジャパンのユニフォーム姿を見るのも初めてですね。意表をついた配球、コントロールは何も出てない、あ出てるね、どうや、高速進化で、やっぱうまいね、こんくらいの人やと。難しいな、配球も。1球ボールに外していきましょうか。振らへんな、やっぱさすがやわ。ここに高速進化、いやー、オッケー。いいよ。やっぱり相手打率高いし、オリジュンめちゃくちゃ強いからね。ここにツーシームで入れていこう。いやー、いいね。見えへんもんね。やっぱ石川投手からツーシームが来るっていうのはね。これ、ボールかギリ、残るか。いやー、ちょっと残っちゃったね。いや、まだできればボールの方が良かったっぽい感じだね。3番、中村、二塁に置いています。マウンド上のピッチャーは石川、そしていや内坊、内坊よ今の。いやー素晴らしい。ちょっとね緊張感漂ってます今。ノリ怖いわやっぱ。集中。いや打つかな。オッケー、素晴らしいわ今のは。今のは素晴らすぎる。緊張感漂ってます。ツーシーム詰まれ。よし、月よし、ナイス、マジでナイス。石川投手やばいやんマジで。ツーシームつくだけでこんなに変わります、世の中は。これだって4割4分2厘、普通の石川投手でいったら 100% バチボコいかれてる。いや世界変わるわマジで。打順めちゃくちゃやろこれ。せっかくのねデビュー戦なんで勝ちで、やっぱ終わらないといけないんでね。いやラオウセンター守ってる。今のもう一個引きつけやなあかんな。ボールよ。もうパワーカーブ時代終焉してるよ、俊平太君よ。うわ、ビタビタ、ここやここ今。うわ、ボールか今の。うわ、今の2球上手やな。よしよしよし、ランナーを一塁に置いています。よし入れ、伸びていく、よー岡本しか勝たん、マジで。
純正やからバースさすがに削られてる。いったんちゃう？いやバース使用感しかないわ本当に。素晴らすぎる彼の。誠さん外やろどうせ。分かってんだよ、ファールかよ。流し打ちついてないからな。素晴らしい打撃。いや今のは誠さんですわ。からの吉井、もう止まりませんよ。ボールです。ちょっとどっち来るか分からへんぞこれ。引きつけましたね、しっかりと。素晴らしい。ということでもう最後石川投手バッチリバチクソに抑えていきたい。まあもうちょっとねいろいろ試していきたいんで、打たれてもいいんでいろいろ試していきたい。今のはねちょっとずっとボール球を使ってたところから高速シンカーね、シンカーでボール球にしたところからちょっと投げてみたっていう感じです。打つかなって、うん、打たれてある程度やっぱり、ね、シンカーで打たせて餌巻いといてツーシームでここぞって時に仕留めるっていうのが大事かもね。あとはやっぱツーシーム頭にあるから外のシンカーがセンターフライになるとか、まあ、センター前にされたら仕方ないね。そうそのコース、あ惜しい。いやでも今の感じね、今の感じ引っ張らせてるからね、ちゃんと引きつけさせてないっていうところが今の肝ですから。やばい、それは甘いよ。今のはちょっと甘いよ、俺が悪い。岡田監督不安そうやで、タイピン出えへんな。こっからちょっとガチで抑えに行きます。さあまず1球目いいよ、もう1球いきます。いいボールでしたね。はい、もう1球続けてみても面白そうですね。なるほど。さあキャッチャーで真っ直ぐ。うわビタビタやば。で次ストライクにツーシーム。よっしゃ詰まるよね。いや触んない石川投手今のは。今の触っちゃいかん。古着出たね。ちょっとまっすぐ意識させて。ここで点を与えると勢いづいてしまう可能性もあります。いいよ、確実に仕留めておきたいですね。ここで引っ張れ。よし、そう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 、今のは素晴らしい配球です。いやよしよしよし、全出しナイス、マジでナイス。そうですよね、ここはこれは迷う。一球ボール球ね、これは際どいコースでしたが見せました。打つかな、いやボールにしとこう。いや入った、しっかり取れ。おおナイス、ナイス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 。ということでちょっと今見ていただいた通りですね、ぶっ壊れではないです。ただやっぱり石川投手もうきつかったでしょう。正直シンカー高速シンカーっていうところにこの通信の持ちの石川投手であれば全然使っていけると思うし、僕はもう全然当たり前にレギュラーですし、ちょっと使っててね楽しかったなっていうのもあるし、もう皆さん石川投手という新たな難敵が一人増えましたよ。あとね、また近日中にね、守備猿も僕獲得してるんで、ちょっとこれなんか上手に企画考えてやるか、まあ、配信で使うかやっていきたいなと思います。ということで、あらした。